2022年5月に行われたコーヒー&カーズの続きをお伝えします。今回は1912年製 T 型フォードについて少しお話しします。真鍮の金色の枠が目立つ大きなラジエーターの下にあるクランクレバーはエンジンを始動するためのものです。ステップのところにあるボンベはアセチレンガスを発生させるためのものです。ヘッドライトは当時はガス灯でした。公道を走ろうと思うと今はそれではもちろん車検は通りませんので電球に交換されています。夜間に駐車する時の駐車灯は石油ランプでした。このホールデンコモドアには日産エンジンが搭載されています。当時のオーストラリアの規制変更でホールデン自身に対応できるエンジンがなかったので日産からエンジンを供給してもらっていました。日本ではワイルドスピードという大の人気映画があります。ニュージーランドでもこの映画は人気で、ここにもその映画に登場する車を生まれた車たちがいました。私も好きだった主人公のポール・ウォーカーさんは2013年に自動車事故で亡くなっており、スープラやスカイラインのナンバープレートにポール・ウォーカーの名前をつけているのを見て少し感傷に浸りました。
私の車の前で女の子がポーズをとってくれました。それではまた続きをお伝えします。